こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのはここに並べてますけども、このスニーカーは、ムーンスターの GYM クラシックスニーカー、こちらを今回は紹介していきたいというふうに思っています。実は私のこの YouTube 動画でちょうど一月ほど前に、このタイプ、同じく GYM クラシックスニーカーのこのホワイトのスニーカーを、詳しく紹介した動画を、アップしてますけども、今回はまた、新しくこの2022年の新しいニューカラーとして、入荷してきたので改めて紹介したいと思います。このホワイトの時にこのスニーカーがどういった作りでされているのかというのを詳しく紹介してますけども、今回ねこの色違いということで、ちょっと話がね、重複するかもしれませんけども、申し訳ないけどもご了承ください。それでは紹介したいと思います。まず一つ目がこのグレーという色合いですね。こういうふうな落ち着きのあるグレーの色合いのクラシックスニーカーが入荷してきたわけですね。こういう色合いです。そしてもう一つがこちらの色ですね。これブルーグリーンという色合いです。このブルーとグリーンを掛け合わせたような絶妙の色合いのこのブルーグリーンが入荷してきたわけですね。今回その新しく新作として、登場したのがこのブルーグリーンとグレーの2色ですね。こちらを紹介していきたいというふうに思っています。この GYM クラシックスニーカーというのはムーンスターの中のもう定番中の定番アイテムなんですけども、他にもねいろいろ色があるんですね。ここ見てほしいんですけど、これムーンスターのこのカタログなんですね。カタログの一番最初の方にこういうふうにありますけども、これがいわゆる GYM クラシックスニーカーの色合いなんですね。こうやって見てほしいんですけども、一番こっちの右側の方からダークグリーン、マスタード、ホワイト、ブラック、パープルにレッドにオールブラックというこういう色、これがいわゆる今までの定番色だったんですね。比較的この明るめの色合いですよね。赤とかマスタードとかこういう明るめだったんですけども、今回はこういう風な、落ち着きのあるグレーという色合いですね。こういう風に見てもらうと分かるんですけども、今度はこういう落ち着きのあるグレーという色合い、これが追加されたわけですね。そしてもう一つがこの、ブルーグリーンという色合いですね。こうやって比べて見てみると、同じスニーカーなんですけども、随分とこう雰囲気が変わってくるかと思います。こういった感じですね。このキャンバスの色がこういう風な明るめのやつからちょっとダーク系の色合いに変わってきたということなんですね。今うちのブルーラインではこういうマスタードとかレッドっていうのはちょっと在庫がないんですけども、もう一つね注意点というか、変わったところがあるんですね。それは、ここにコンバースのオールスターがあります。このオールスターこういう風になりますね。物は全く違うんですけども、先ほどのそのカタログを見てみると、このラバーの部分はホワイトで統一されていて、このキャンバスの色を変えることによって、豊富な色になっているわけですよね。本来であれば普通スニーカーというのはこういったタイプが多いと思うんです。これが例えば黒だったりネイビーだったり、色が変わってくるわけですね。ここのホワイトの色は統一をしてこういうふうに、色の変化があるわけですけども、よくご存知のスニーカーの形だと思うんですけども、今回のこのタイプ新色は見てもらうとこういうふうな差があるんですね。もともとそのものは違うんですけども、こういうふうにラバーの色これがいわゆる統一化されているわけですね。このキャンバスの色とラバーの色と、同色の色合いで、構成されているということで、こうやって見てみると、すぐ分かると思うんですね。本来であればこういったのがスニーカーなんですけども、ラバーの色を統一するときするとこういうふうな変化があるということですね。でもう一つブルーグリーンにしてもこうですよね。こういったそのラバーの色が統一化することによって全く違うスニーカーに見えるかというふうに思っています。それでは詳しいことを紹介したいと思います。まずこのゴムの部分ですけども、このゴムの部分もその部位には場所によってその性質が違います。この部分、この頭の部分は結構硬いこのラバーでされてますけども、ここにもねこういうふうなありますけど、ここは柔らかいゴムで作られているので、よりこういうふうに曲げやすいように柔らかい、ゴム製のものが作られています。そしてアウトソールを見てみると、アウトソールはこういうふうな形状になっていて滑りにくいゴムで作られている。同じゴムでも、場所によっては硬い、柔らかい、滑りにくい、そういった性質の違う、ラバーで作られているということなんですね。そしてここにステッチがありますけども、このステッチは、中に当て布がされていて、両サイドに補強がされているタイプになります。そして中を見てみると、中の方にはこういうふうになっていて、ここにちょっとラインがあります。わかるでしょうか。ここに両サイドにラインがありますけど、これ何を意味するかというと、
いつまでもこの形が維持できるようにということで、ね、長く使っていくとスニーカーってこうペタンとなりますけども、これが元に戻りやすくなっている、こういつまでもこういう形が維持できるようにということで、ここにパイピングがされているということですね。そしてインソール、このインソールの部分は結構弾力のあるインソールで作られています。最初はちょっと硬く感じますけども、これは使っていくうちに馴染んでくるタイプですね。そしてこのムーンスターのものづくりというのは、私たち日本人の足の形を考慮して作られています。私たち特に日本人の男性の方は、幅広高高の方が多いわけですけども、それを考慮して、このセッティングを作られているわけですね。そしてこのムーンスターというところは、かたくなに日本製にこだわります。これ福岡県の久留米市というところに一貫してその工場があるわけですけども、この先ほどのキャンバスの色を入れたりとか、このラバーね、ラバーの色を入れたりするのも一つの工場で作られているということです。そしてその工場では特殊な技法で作られています。それはバルカナイズ製法と言います。バルカナイズ製法というのは、大きな釜の中にこれを一つずつ入れていくわけですね。そして、最初に熱を加えます。加熱します。そしてその後に圧を加える、加圧をします。加圧することによって、このキャンバスとこのラバーの部分の密着度が増しているということですね。やはりそのスニーカーの一番の欠点というのは、ここが剥がれたりするということがあるわけですね。私も何回も経験があるんですけども、ここができるだけ剥がれないようにということで、しかもこう柔らかいゴムを使っているということが、このムーンスターの特徴になるわけです。それでは実際に私がこれを試着をしてみて、どんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思っています。私2枚から26センチを履いてみて、どういった雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思っています。そしてまたこの商品の詳しいことは、この動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。それでは今から私がちょっと試着をしてみて、どんな雰囲気になるのか、それをぜひ見てほしいと思います。We're fine.